おはようございます。月曜日の朝です。今日は下味冷凍していたお肉を焼いて持っていきます。コンソメレモンバター味です。具材はブロッコリー、人参、じゃがいも、鶏肉が入っています。まだ解凍しきれていなくてくっついていると思ったら切れてなかっただけでした。今日はご飯ではなく昨日の残りのフランスパン、バケットを持っていこうと思います。ラップはこのまま再利用してパンを包んでいきます。今年のお弁当も残すところあと3回になりました。あっという間ですね。じゃーん、曇っていて何も見えません。火が強すぎて焦げてしまいました。特に人参が焦げ焦げでした。このコンソメレモンバター味のチキンがお気に入りで定期的に食べたくなります。はい、完成です。おはようございます。火曜日の朝です。お弁当作り今年はラスト2日です。今日は簡単に混ぜご飯弁当にします。枝豆を入れすぎたので少し回収します。週末にスーパーに行けなかったのであまり食材がありません。あるもので簡単にお弁当を作っていきます。おっとっと、ご飯が全部落ちちゃうところでした。ご飯にレンジで解凍した枝豆を入れます。そこにほんの少しのバターを加えて混ぜます。塩昆布を入れます。入れすぎるとしょっぱくなるのでパラパラっと少し入れます。お醤油をほんの少しだけかけます。あとは混ぜるだけです。これで枝豆と塩昆布の混ぜご飯の完成です。おかずはゆで卵を持っていきます。はい、完成ですと思ったんですけど、昨晩食べたはんぺんをお弁当に入れようと残しておいたのを忘れていました。中にツナマヨが入っているはんぺんです。はんぺんが大好きでよくバターとかで焼いて食べたりもします。はい、完成です。全体的に白いです。おはようございます。水曜日の朝です。今年ラストのお弁当作りになります。そんな今日は海苔巻き弁当にします。巻き酢を100円ショップで購入してきました。教えてくださった視聴者様、ありがとうございました。初めて巻き酢を使うので、どっちが裏表とか少し悩みました。ラップを敷いて海苔を置いて、ご飯には業務スーパーの鶏そぼろを混ぜます。これを乗せて、広げて、具材は少しだけ業務スーパーのほうれん草が残っていたので、ここにこのほうれん草にごま油を少し混ぜました。あとはつぼ漬けです。少し前に購入してあっという間に賞味期限が切れてしまいました。昨日まででした。気にせず使ってしまいます。あとはクリームチーズを入れてみます。手でちぎって適当にのせます。これクリームチーズ合うの？って思うかもしれませんが意外と美味しかったです。おかかクリームチーズご飯とかも美味しいですよね。よし、巻いていきます。
あ、どうやって巻こうって少しテンパりました巻き巣を購入してテーブルの上に置いておいたんですけど、そしたら父と母が、お、巻き巣じゃないか、どうしたの？みたいな感じですごく興味を持っていました昔おばあちゃんがよく巻き巣を使って海苔巻きを作っていたそうです巻き終わって少し置いておきました。その間に使った食材などを片付けたりしていました。カットしていきます。もう母が年末でお仕事がお休みですぐ近くにいたんですけれども、巻き巣の上でカットしたら巻き巣がダメになっちゃうよとか間違えて私もラップの上からカットしてしまっていた、ラップの上からカットしていたので、まな板の上で切らなきゃラップ外してとかたくさんアドバイスをくれましたお水で濡らした包丁でカットしていきます。じゃーん、こんな感じです。お弁当箱にぎゅうぎゅうに詰めていきます はい、完成です。彩りは少し微妙ですが、巻き具合は今までで一番いいんじゃないかなって思います。これにて2021年のお弁当作りが終了しました。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは皆さん、良いお年をお迎えください。また来年の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.